お待たせしました。第1試合選手入場です。ドンチャスタート、セガサミーフェニックス東条リオ。普段の天真爛漫な笑顔も試合中のシリアスな表情も全てが魅力的なミスパーフェクト。目の前のハイをまっすぐ育て、シーズン初トップを目指します。ランチャスタート、チームライデン瀬戸熊直樹。人情に熱く、麻雀に熱く、とにかく熱いみんなの兄貴。勝負どころで人睨み、気合の呼吸で上がりを呼び込む鋭い熊の一撃をお見逃しなく。シャーチャスタート、渋谷アベマズ大井隆晴。まだ今シーズン始まったばっかりだけど、まだ個人2戦目だけど、そろそろ勝ってみんなを安心させたいところ。王者チームの誇りを胸に、今日こそタカちゃんやっちゃうよ。デーチャスタート、コナミ麻雀ファイトクラブ滝沢和典。とにかくチームが勝っていればいい、いつもそう語る滝沢にとって、この絶好調のチーム状況は鬼に金棒。光り輝く王道を麻雀牌で切り開きます。お願いします。お願いします。開催14日目の第1試合です。ちーちゃフェニックス登場、なんちゃライデン瀬戸熊、シャーチャアベマズ大井、デーチャファイトクラブ滝沢の並び、トンの一曲ドラマチーワンです。解説は村上純さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまず各選手のハイパイからご覧いただきましょう。お、すごい、え、テンホーチャンス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 、本当だ、3増だったの。嘘でしょ。1万6000ホールだった。いやでもダブリしづらい、ダブリしづらいぞ。どうする、どうする、どうする。短期はしづらい、どうする。これ、いやこれは一旦この顔になるよ、これ。なになになに、これ生点だよね。そうそうそう、これは一旦生点よ。一旦落ち着きましょう。一旦ちょっとごめん、ね、落ち着けなかった、バタバタしちゃったもん。ちょっと遅かったし、すいません。いや大変だ。いや瀬戸熊も2メンツある。いやでもそれどこじゃない、ないね。わあびっくりした。いやびっくりするの、ちょっと遅かった俺、ごめん。いやいや大丈夫です、もうよろしくお願いします。さあ手配でね、開かれて全部できてるなんて。さあこれどうです、ね、イースーソーどうです。リーチかな、イースーソーリーチドライチ。はい、さあ2巡目リーチ。いや普通のリーチじゃないんですよこれイースーソー待ち、普通のリーチじゃないの、大変なリーチなの、ね、これ、まあ、みんなパワーがつもぎだったと多分見てたんで、三蔵手出しリーチとかと、あダブリチャンスやったんやなとは思ってる、ね、巻き戻せますかねこれね。ダブリチャンスだと思ってるけど、あの定方チャンスだったか分かんないね。確かに、うん、いやこれは大変だ。あ、回避しなかったよね。いやちょっといきなりさ、あーなんじゃそりゃ、4000オール。定方じゃなくても上がりは早かったリーチ一発つまどの1の4000オール。私の心配なんて無駄でしたね。いらない、いらない、もうさ、手配が伸びやか、しっかりリーチを打っての一発つも、まずは登場、華やかな一撃を食らわせました。さあ続きましてトップとなりましたセガサミーフェニックス登場リオ選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。いい笑顔ですね。いや滝沢さん面白すぎるんだもんなってなんかで、でも登場選手は今シーズン、はい、個人初トップですけれども、いかがですか。良きかなですね、本当に。近藤さんがね、あの控え室に今日遊びに来てくれてて、そういえば昨シーズンってなんか三茶三茶でなんかあのなんかあのなんだっけ、着順が3連続するよねみたいなことをよく話してて、じゃあ今日も3着かななんて思ってたら取っといたんで、はい、なんかすごいやっぱり近藤さんが今日はちょっと控え室に遊びに来てくれて、こう女神的な存在なのかなと。いやちょっと前回の大谷選手のインタビューでも気になるんですけど、はい、うん、女神なんですね。あ、目ですね、はい、あ、眼鏡の女神、あ、うん、眼鏡眼鏡の女神、女神、そうそう、なんかちょっとごめんなさい、私ちょっとトップ取ってマスカーのインタビュー久々だから、もうちょっと何喋ろうか考えてたら滝沢さんのコメント聞いて面白くなっちゃって全部飛んじゃった、ごめんなさいさあそして本日の対局ですけれども、はい、薬万の気配が、いやね、本当薬万の気配ばっかりずっとプンプンしてて、あのまずハイパー開けた時に
どうしよう、私上がっちゃうかもしれない天保と思って、ざわついきました。もうそうですよね、だから貯めようと思って、うん、めちゃくちゃ丁寧にリーパイだけして端っこに三蔵置いて、うん、よし全然違うみたいないやもう、天保チャンスとはすごく難しい街です。そうですね、結構まあその後すぐにダブリをどうしようかなっていうのとか、はい、あと、まあ、あのパーマン、まあ、ドラがチーマンだったんでパーマンジャントにして9万落としてとかこうね、チーマンと三蔵のくっつきとかいろいろ考えたんですけど、まあ、素直にここは、まあ、何でもリーチ打ちたいんで、ただダブリーだけはあのどうせピンフと一緒で変わんないんで、って思ってたら、まあ、スーソー持ってきてのべたになって、まあ、なんだこれっていろいろ思いながら気づいたらすぐ積もってたんで、なんかもうあれよあれよのうちに今日はあのそのトンパツから始まって今すごいまだふわふわしてますいや視聴者の皆様あの瞬間めちゃくちゃ本当に、いやそうですよね、なんか本当に、はい、でもちょっとこれ当一曲で上がったやらせに思われないかなとかいろいろ考えたんですよちょっとあの同卓者の皆さんの心もすぐ折れちゃいそうですね、なんかうわってなっちゃいそうだなと思ってたんですけど、あとその次にもスダンコのイーシャンテンのトン3曲本店取った曲ですよね。そうですね、もうローキーとスーマンとリャンゾーってもうあまりにもいなそうだなと思ったんで、リャンゾーはドラがいそうで、うん、まあ、結構まあ残されてる範囲でもありますし、出るなかなか出る範囲でもないんで、多分ちょっとこのローピンは最後のローピンぐらいだろうなと思って、うん、奇跡のリャンゾーがあのペン三蔵落としとかで出てきた時に拾えるように、おいさマージャン星人の親だけはちょっと早めに流させてくださいと思って、うん、ちょっと役満の気配を感じながらも、うん、本店取った瞬間リーチって言われたんで、わあやっちまったと。いやでも今のお話が本当にその通りで、こうローピンとリャンゾーが山には1枚ずつしか残っていなかったという状況だったので、スーマンとかもないですよね、はい、なんで本当にスーアンコウが一番役満の中で好きなんで目指したいなと思ってたんですけど、泣く泣く渋々ちょっとみんな本店取るなよって思ってるだろうなと思いながらも、ちょっとすいませんここ取らせてくださいみたいな感じで取らせてもらいました。また役満チャンスでドキドキさせてくれることを楽しみにしております。ちょっとそろそろ上がりたいです先輩ドキするんで、はい、上がりたいです。さあそれでは最後にファンの皆さんにも一言いきましょうか。はい、ちょっとフェニックス、前回ユーミンがトップ取ってくれてから、ちょっとなんだろう、スロースターターなんで、どこでこう、なんて言うんだろう、こう切り替えというか、こうちょっとごめんなさい、もうちょっとメインタビューしたすぎて、なんかこう勢いに乗せるタイミングっていうのが絶対必要だなと思ってたところで、ユミがトップ取れて私もこう並んでトップ取れたんで、はい、あのこの後も出る選手に、もうちょっとこの勢いをそのまま引き継いで頑張ってもらいたいと思います。今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。そうだありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。